ちは、私たち北陸アイドル部です。北陸アイドル部は北陸を音楽で元気をテーマに活動しています。今日はファミリーマート金沢大倉店お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。お天気にも恵まれたのでみんなでガンガン盛り上がっていきましょう。まずは1曲を披露いたします。それでは聴いてください。マイメロ。
てください、はい、まずはニャム、はい、ハロハロハロ北陸アイドル部のガムシャラ関東顧問、せーの、ミヤム、ミヤムこと宮村ゆきです。よろしくお願いします。デビデビデビ北陸アイドル部の小悪魔ガール高校2年生17歳の水井凛香です。私のことはリンタンって呼ぶのだーせーのリンタン。ありがとうございます。皆さん朝早くからありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ。大学2年生19歳の辰巳みくるです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、北陸アイドル部のラッキーセブンガール中学2年生新井奈々です。私は皆さんに幸せを届けたいので、私がラッキーって言ったらナナーって叫んでほしいです。ラッキーナナー。はい、大きな声で言ってくれてありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、北陸アイドル部のクリスタルボイス、せいちゃんこと奥村聖香です。せいちゃんって呼んでください。せーの、せいちゃん。まだ朝早くて皆さんもあんまり元気ないかもしれませんけど、もっと元気出していきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、あなたの心にダークオン。 JC ミスコン参加中、中学1年生12歳のさゆさゆこと渋谷正幸です。さゆさゆって呼んでください。せーの、さゆさゆ。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ。ファミマーで、アチャスに出会った出会った。はい、おっとりまいペース、アチャンこと山本彩です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、福井から来た高校3年生の甘やかなって言うんやけど、せーのって食べながらガオって言ってほしいんやけど、いいか。いいよ。せーの、ガオ。ありがとうの、今日も近く頑張るぞ、よろしくの。イエーイ。の学力系アイドル竹ひなこと竹中ひなです。よろしくお願いします。今日はこの9名でパフォーマンスさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次の曲いきます。はい、次に披露する曲のですね、好きな歌詞があるんですけど、はい、考えるほど、はいはい、うまくはいかないものだねっていう歌詞があるんですけど、皆さんって考えることありますよね、やっぱり。あれあれ、深刻に考えずに私みたいにポジティブに考えていきましょう。はい、なんだ。この曲はですね、FM 石川の11月のパワープレイになんと選んでいただきました。すごいですよ。なので元気いっぱいの曲になっているので、皆さんもぜひたくさん聴いてください。それでは聴いてください。たとえ夜降りが笑ったって。笑ったってくだらない歌を歌う。
れないこと大切にしてたはずなのに音が出なくなったギター。でも明日も夢を奏でたいって僕も同じだよ。たとえ1億人が笑ったって地図のない道を歩き続けるよ。それで君も歩き出せるなら、たとえ約束なんかしなくたって描いた未来が君を待ってるよ。繋いだ手を握り返して、考えれば考えるほどうまくはいかないものだね。眠れない夜、ため息で流れ星を見送った、あっという間さ。うまくはいかなくてもいいよ、ほらいつもの笑顔見せてよ。うつむいてないで、伝えよう、伝えよう、この
ございます。はい。
ぜひぜひここにお立ち寄りいただければなと思います。はい、またのこの後14時からのファミリーマートのもう一店舗がありまして、桃坂店、はい、あの客に坂って書いて桃坂店、ね、はい、あの桃坂店、ぜひぜひそちらも時間あればお集まりいただければなと思います。はい、行きます。ということで以上、ホクリクアイドル部でした。ありがとうございました。ありがとうございました。